お疲れ。お疲れ様です。やれ。はい、今日も二人でダンデブだね。ダンデブ車で一緒。はい、朝モーニング一緒。なんかコメント欄にあの社長緑のことが好きって、タイの好きじゃなくてそういう恋愛的な好き、はい、だぞ絶対みたいなコメント結構入ってくるの。で俺もう一時消しとったけど、まあいいやけさんでしょって最近あげとんだけど。はい、俺が好きじゃなくて、はい、俺は社員として好きなのに、はい、緑俺に惚れちゃっただったら分かるよ。全然分かんないです。ちょっとお前声でも笑ってるけど顔お前引きつっておくれよ。で、まあ、今日の動画なんですけど、視聴者の皆さん、はい、マッチョリーシだな、はい、の現場に来てんですよ。はい、俺とミッチーとマッチョ、もう一人社員4人で居酒屋で撮ったんだ。でその時に、まあ、俺はミッチーに戻ってこいみたいなことを言ったの。だけど、まあ、ミッチーの考えは戻って、じゃあまたリュウジとかマッチョとかゲメ爆速とかその辺の上にまた戻るんじゃなくて、はい、なんか俺と一緒にやりたいみたいな。結構、ま、真面目に語っとったの。へえ、すごいですね。俺でリュウジに、まあ、どう考えてるって、俺は戻ってほしいと、はい、動画にもなったけど、ね、ベトナム実習生だけやらしてとかさ、携帯いじったりとかが目立つみたいな、はい、最近ね、はい、もっと30分でも1時間でも早く帰れるでしょっていう動画を撮ったじゃん。はい、だけどやっぱミッチってそういうとこはすごい厳しいから、うーん、仕事は遅いとか書類が遅いとかそういう問題もいっぱいあるけど、あいつはいい加減だな、あいつちょびっと。お前なんでだって、お前動画になると思って言わんな。さっき撮ったところちゃうやんけ、お前ボロカス言っとったやんけ、お前言ってません。ミッチーマジクソですよって。そんなこと一言も言ってません。ミッチー、うん、で酔っ払って結構もう熱く語り始めたもんで、はい、で二人で結構もうぶつかっとったわ。どこまで使うか分からんけどな。はい、あの編集長が、はい、最近なんかオブラートに包もうとしやがるね。オブラートになんか包むなって俺怒ったけど。あ、そうなんですか。そうまろやかな味に変えるなって。まあいつの本音、はい、聞いてみたいだろ。そうですね。お前いい立場におるな、男。もう情報センター。情報の最先端におるな。そうですね。波が立つ前に、ね、その後に俺が歩いたところ全て波が立ってる。行きましょう。緊張するな今日。オールや。おじょうじょう。おつものままですか。お疲れ様です。すごい。大丈夫ですか。撮影NGの現場だろ。これやばいっすね。誘拐されたみたいな。さあ、今日は君に大事な用事があるんですよ。何ですか。君の本音を全て聞きたいんだわ、俺は。え、君の本音を全て聞きたいんだよ、俺は。そんな時間ありますかね。お前今でもドバでやってないぞ、お前。1時じゃないですよ、あいつ帰ってきた。30ぐらいのボットはすごい。言うなら大きく言ってくれ。あ、やばーって。密閉空間で、さすがに。はい、ジョイ。お疲れです。話そうか、じゃあ。本気トークしようか。原本真っ最中ですけどね。行くぞ。爆弾発言行くぞ。ねえ、視聴者の皆さん。もうこの間居酒屋で飲んだよね。龍一と、寺と。はいはい。まあ、あいつとな。もう一人、4人で。はい、ミッチ戻ってこいって話したじゃん、俺は。はいはい。で、お前らに意見聞いたじゃん。はい。で、本当のお前のシーンっていうのはどこにあるのか聞きたいなと。やっぱあそこの場では言えんかったこととかいろいろあるのかなと思って。いや、本当に別に戻ってこなくてもいいと思って。盛り上げろ。やって。それは何、まあ、ミッチがぶっちゃけ嫌いとか。いや、違いますよ。ちょっとやりづらいとか。いや、ないですよ。ちらっとやりづらいみたいなこと言ったら、みんなもやりづらくなるんじゃねまた、みたいなこと言ってたよな。ちらっと言ってたよな。戻ってきて、まあ、僕らの上に立つとして、うん、僕らがどんなモチベーションでやるのかなっていう、まず。あ、モチベーション下がる。あいつの接し、まあ、接し方とあいつのやり方によるんじゃないですかね、うん、そこは。上に立った時に、うん、あいつの考え方もあるかもしれないですけど、うん、その考え方に僕らが、うん、納得できてやれればいいですけどね。うんうんうん、僕らなのか僕なのか。僕もあります。
もちろん、うん、ただ多分みんなもあると思います多分、うん、それなんか俺はなんか今足場ってバラバラかなと思ったんだよね、うん、ショートお前なんか言って仲悪いと思ったんだけど仲は悪くないですよただでも何でも言い合えるようになってきたですねだんだんあ言い合えるようになってんだ、うん、俺逆にお前らってなんか言わないから、うん、なんかショーってまた違う世界におるじゃん、うん、ちょっと俺昨日それアドバイスしたよな現場でな一緒にあのたまたま飯時に着いたもんで、はいはいまあ、飯は一緒に入って、まあ、自分からもっとやっぱ言わずに不適されてるだけだったらマスターベーションと変わらんやって、はいはいうん、だけどもうねやっぱ女の子にも一致したいって言うから一致できるわけじゃん、はいはい、だけど今日飲みに行って可愛かったなって家帰ってこうやってやっとってもさ何の意味ないわけじゃん、はい、それと同じだよっていうことをショーにもまあちょっと話したのよなんか言い合わんなお前らっていうイメージ、はいはい、最近言い合えるようになって僕が言って答えるようになってきましたねあいつが言ったことに僕も納得いかもねそれバーって言った時は昔だったらムスッとしてそのまま終わったんです、うん、あはいいやいい人何でもいいっすよみたいなあだけど多分あいつの意見も言えるようになってきたんですねだんだんみんなにもああなるほどなコミュニケーションが密になってきたっていうのは具体的に何かやってんのお前らは喋るようにしてますねやっぱりもう何なんか気になったことあったらもうああミーティング増やすとかそういうのもやってんの週一でやってますミーティングはああそうだよな今材料何が足りんとかじゃあの大きい現場で何やっとんのみたいな、うん、うんうんうんちょっといい話聞けたんちゃう今日はそこにじゃあミッチが入ってくることでせっかく今出来かけてみんながこう成長してってる最中にここに水差すんじゃねえかみたいなのもありますね正直そこを今頑張っていろいろなんかいろいろ考えてみんなどんどん上に上がってるとこに、うんうんまあいつがいきなりなんか上の立場になっていけないボンって入り出したら、うん、多分みんな混乱します多分ああなるほどな、はいまあ、それも、まあ、やってみないと分かんないですけどどうなるか分かんないんで、うんうんうんまあ、ちょっとお前あの真面目な話ばっかしたらこれ全部ボツだわお前どういうことですか真面目な話ばっかしやがるで全部ボツやで結局ミッチが嫌いってことか全然嫌いじゃないですよだから昨日もなんかあいつ多分飲みに行ってるんですけど昨日も、はい、昨日の前一緒に飲んだろ、はい、俺そうそうそうで昨日多分あいつまた飲みに行ってるんですよ多分連れないやつらとあそういうことでなんか僕夜10時半か11時ぐらいフェイスタイムかかってきて、うん、お前めんどくさいなと思って出なかったんですよ言ってまだだってあいつ28個だろ29、30ですねもう。もう30じゃないです。そうっすよ。もう俺30だったらもう法人にして2年でもう1億5000万ぐらいやったな。うん、まあ俺はな。俺はな。すごいです。突然誘拐したけど、あれどこ回っとんかな。誘拐したとこ回した？はい、回したか。うん。突然誘拐したけど誘拐解放したるわ。現場の実習生お前どこ行ったリュウジーってなっとるななってます絶対、うん、誰に捕まった捕まったかって言って締めようかエンディング迎えようかなあ結構喋ったろ結局まあミッチーがやっぱ戻ってくるよまあ俺らも俺らで、まあ、急成長しとるってことか結論はまあそうっすね止まってはないし、ね、止まってはないなでも本当にな、はい、いい意味であの坂道を登っとる感じはあるよな成長しとる感じはある、うん、まあそれはいいかなと思いますまたね、まあ、ミッチの、まあ、成長日記もまたちょこちょこ上がると思いますんでそっちの方も楽しみつつ、まあ、あの子はいつネジが外れるか分かんないんでいやまあ大丈夫だろうこの経験して分かんないですよあいつは本当まんでまた外れるとはもう終わりだぞあれもう二度と俺と取引できるまあお前と小イケメンカンタだなあの辺の成長また楽しみだよなそうですねうん、まあ、ちょっとまたそちらの方も見てくださいはい、外役とそのマッチングと求人マッチングで、あ本当にそれこそそれやりじゃん求人マッチングで今度本当に職人さんがプロフィールとか全部書いたら会社側からあのスカウトできるようになるみたいな、はい、声かける本当にあのマッチングアプリみたいなのあるじゃん、はい、婚活アプリみたいなやつ、はい、ああいう感じで双方からいけるみたいな大幅アップデートしようと思ったのは、はい、そうすると、まあ、お前らも足場あこの子良さそうだな経験年数何年だな、はい、あ給料これぐらい希望なんだなこの辺に住んでんだなとか分かって、はい、年齢とかも全部分かって、はい、で写真とかも全部載せてくれてちゃんとプロフィール一生懸命ってちゃんと書いたらちゃんと声かけてもらえるし、はい、プロフィールが雑だと声かけられんじゃん、まあ、そういう感じに切り替えていこうと思ってますん で外気塗装のマッチングもそうお客さんと外気塗装の業者だけどもう本当に今いい風に考えとるんでほんでね YouTube でやっぱこうやって集まってくれてもう千何百社超えてっとるでな、はい、だからこんだけ無料でやれるんでやっぱり安く提案できると思いますんで本当に登録のほどよろしくお願いしますはい、ちょっともうそろそろ考えなかったこれな締めをそうですね
多分なんかいりますよ。なんかもうチャンネル登録とかもいらんかなと思ってたな。なんかみんなありますもんね、うん、始めと終わりがあるよな、はい、ちょっと考えたいな。